どうも、それで引き続き、WCC を違う、J3 開幕節勝敗予想という形でやっていきましょうか。はい、今回はですね、奈良クラブ。名前がダサいわ。何や奈良クラブって。それって FC 奈良かなんか、奈良ユナイテッドかなんかしたねんな。なんか名前になんか個性がないよな。個性がありすぎてもしんどいけど、なんか海外からパクってきたらいいのよね。なんか海外でいいのったっけ？奈良ユナイテッド、FC 奈良。まあ、これベタやな。奈良シティ。あとはダンディ奈良。ダンディ奈良きついな。レアル奈良ええな。逆におもろいよな、レアル奈良。はい、まあそんな感じで。奈良クラブとですね、松本山形。ここなかなか面白いですね。まあ奈良もね、あと2年後ぐらいかな。もっと先やったっけ、専用スタジアムをね、なんか作るみたいなんで、いよいよ奈良にもね、機運が高まってきたのかな、とこういう感じがしますよね、はい。奈良はね、確かね、監督がスペイン人なんですよね。週に1年目か2年目か忘れましたけど、そこがまずすごいよね。こんなさ、まあ行ってみたらまあ貧乏球団じゃない、多分田舎のね。それがまあね、こんな外国人監督雇うなんてなかなかすごいよね。まあもちろん無名のね、スペイン人監督だと思うんですけど。いやでもすごいよね。その心意気がいいよね。はい。でまあ松本山がですね、下田か。なかなか監督として成功しない下田。松本山がに、就任と。まあ七海よりはチームを安定させる可能性はあるかなっていう気はするんですけど、まあ経験値もあるんでね。とはいえ、爆発力はちょっとないかなっていうところもあるんで、まあただ、ずっとね、J2 とか J3 で戦ってきてるんで、まあ選手のそのクオリティっていう意味では、この J3 の中ではまだ上の方なんかなという感じはするんですけど、言うてでもこれね、奈良のこの JFF から上がってきたエネルギーもあるんで、で、ホーム開幕戦でしょ。で、J リーグ一発目の試合でしょ。これはね、あるかもしれないですね、奈良の一発が。奈良の一発があるかもしれないですね。奈良の勝ち、もしくは引き分け、はあるんじゃないかなって。というのは、まあ言うてね、下田も監督やっぱ1年目ですしね、松本の。選手がある程度揃ってるとはいえ、ね、やっぱりなかなかこう、チームを作るのにまだ時間がかかると思うんですけど、まあ奈良は言うてできてるんで、まあそういう点では、奈良かな。奈良の勝ちかな。JFL から上がってきたその勢いのまんまでいくかもしれんね。逆に言ってほしいね。そう、なんか下田はなんかね、パッとしないよね。あいつもともと日本サッカー協会のなんかスタッフかなんかやってんね。技術委員長もしかして。なんであんな奴が技術委員長できるのかよくわからへんけど、なんか実績あんのみたいな。多分ないと思うんですけどね。で、その後レノハ行ったのかな。レノハではなんか可もなく不可もなく。何も大きな成果あげられず。で、大宮来て、解任。全然ダメじゃんっていう。でもまあ監督ってね、どんどんこう経験値を増せば増すほどね、ワインと同じで、良くなっていくんですね。一般的には。一般論ね。ずっとダメな人もいるんですけど。だからそういう点で下田がね、どっちに転ぶか分かんないですけども。まあ、松本もね、もちろん昇格を目指してるんでしょうけど、昇格できるほど甘くないと思うんで、力的には。そんな力はさすがにないかなと思うんで。とはいえ、まあまあ、J3 の中ではまだ上の方かなっていう部分もあるんでね。まあ、ホーム開幕戦ってこともありますし、奈良の勝ち、もしくは引き分けじゃない？まあ、負けはさすがにないかなって。まあ、奈良も言うてね、外国人がいるのかどうか、オール日本人とかじゃないの？ちょっと見てみましょうか。まあでも J3 とかなるとね、金がないんでね、そんな、なんていうの、たくさんの外国人とか保有できないんでね。あ、データないってこと。はい、残念。はい、残念。だと思うんで。まあこれからね、強くなってくれればね、元大口スポンサーがついて、奈良のスポンサーとか、なんかあるんかな？奈良のでかい会社とか知らんな。はい、わかりません。はい、残念ってことで。サンマが奈良違ったっけ？奈良クラブにサンマ出資しろよ。1億円ぐらい。月。月じゃなくて。ね1億。サンマそれぐらいできるやろ。
せや、さんま、なんでさんまそれせへんの。うん、あ、俺次、俺それ動画にしよう。さんま聞け、出資しろいや絶対したんだ、もんな面白いやん、うん、はい、まあそんな感じでね、まあ今回開幕戦、いよいよね J リーグ参入1年目ということで、まあ勢いに乗って、ホームでの勝ち、まあ最悪引き分けかなというとこじゃないですか。